ではご紹介したいと思います。今回は星野源さんと加穂さんに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。箱入り息子の子は6月6日公開ですが、はい、私ね、すごく早くに見て、うん、ちょっと本当に号泣して。あ、そうですか。そうなんです、ツボだったんですよ。どこがどこら辺が号泣ポイント、屈しないところにどん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 号泣ポイント。そうなんですよ。みんなにほらこうね、やめろやめろ言われても頑張るじゃないですか。もうそこら辺から嫌だ大好きだとか思っちゃって、ケンタロウに惚れ込んでしまって、よかった参ったって感じでしたけど。よかった。いやいやいや、でも星野源さん初主演作なんですよね。そうです。おめでとうございます。ありがとうございます。初主演作で箱入りですそれを聞いた時どう思ったんですか？そうですね、そうですね、まずその題名はこれじゃなかったんです、最初。外国の方が書いた原案だったので、アメリーマターズって題名だったんですけど、読んでその最初ちょっと地味な話なのかなと、地味な人なのかな健太郎はと思ったんだけど、どん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 こう話がむちゃくちゃになってくるので、それがすごく面白かったなと思ってですね。で、初めての主演でこういう面白い役をやれるのはすごく嬉しいなと思ってました。かおちゃんはどうでしたか？星野源さんと初共演じゃないですか、はい、で、また今回ね、役も、まあ、盲目っていう難しい役だったと思いますけど、話を聞いた時は、あ、盲目の役来たと思って来た来たと思いましたね、うん、やっぱり、いや、今までやっぱり、ね、いろんな映画見てて目が見えない難しいんだろうなって思ってたので、まさかこんな早くに自分で来ると思わなかったので、うわ来たと思って。星野源さんと共演って聞いた時はどうでした？うわ来たと思ってそれは悪い意味ですか？いや、ちょっとそういう意味で、星野さんで、がで、しかも初めて主演なさるって聞いた、うん、初めてなんだ。なんかあと本もすごく面白い、チークを得れて、なんかすごく面白い映画になりそうだなと思って、すごい嬉しかったんですよね、声をかけていただいた時は。ちらっと聞いたんですよ、二人のキャスティングについて、うん、なんかこう、健太郎はこうかっこよすぎちゃいけない、なんかちょっとトゲがある感じですいやいや、でもすごくこう魅力的な雰囲気を持ってる人でもって、こうヒロインは色がとにかく白くて、白くて、丸っていう、白くて実は裏話でちらっと聞いてたんですけど、それ初耳ですか？あ、なんかそんなようなこと聞いたような気がしますなんかあまり前向きな感じじゃない感じがしますけど、その話を聞くと。いや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 、大丈夫かな。私、良かったですよ、色が白くて。これ、だってすごい、撮影前に焼いてたりしたら。あ、そうか、そうだね、確かに。あれみたいな、監督はってなって、監督はって、俺もブサイクでよかったです。いや、そんなことないですよ、ブサイクとは言えね、あれですけど、でも箱入り、確かにね、ぴったりだなとは正直に思います。すいません、すいません。でもどうでしたか、こうご覧になってみて、うん、ほら客観的になかなか自分の映画って見えないじゃないですか、はい、正直に、はい、ああ感じたことって、あ、映画を見て、うん、脚本読んだ時にとにかく健太郎は真面目だなと思ったんですよ。その筋が通ってるなって、うん、で筋が通ってるのに周りから認めてもらえないとか、ちゃんとそれを見てもらえないっていうやつだなと思っていたので、とにかく真面目にやろうと、うん、で結果的にそれが周りにキモいって言われる役なんで、うん、結果的に気持ち悪くなればいいかな。予想以上に気持ち悪かったですでもそれはすごい一生懸命だから魅力的に見えたんですよね。それは良かったですね。かほちゃんどうでしたか？出来上がったよね、うん、本当はなんて一井さんらしい映画なんだろうって思ってで、本当監督まんまの映画なんですよ、ね、すごいまっすぐで真面目で、で
白くてっていう、なんか見合った後にすごく監督に会いたくなって、うん、でも試写終わって外出たら監督がなんか廊下にいらっしゃってたので、うん、道さんと思ってなんかすごい嬉しかったんですけど、うん、そう不思議な後味がありますよね。不思議な、そうですね、思いました、うん、割り方もね、うん、面白いですよ。そうそうそう、 変ですよね。なんですかね、そのほらこうなんかドラマの映画化みたいなね、終わり方とは違う独特のこう余韻残るけど、ちょっとこれうわ私たち考えなきゃって終わり方が好きなんですよ、うんうん、でも2人ともあの今まで映画に行ってるじゃないですか。で私かおちゃん覚えてるのは天然コケコの時に司会してて、すごいその記憶が強いんですけど、お二人が今まで出た作品の中で何ですかね、自分のこう俳優としての意識を持った映画とか、あと例えばあこれちょっと思い出に残ってる撮影だったなっていう映画って何ですか。私もやっぱり天然コケ、天然コケコ、私もあれ初主演。ああそうか、そうか、初主演なんですけど、いや作品はすごかったですね。多分あの作品出なかったら多分今仕事してないんじゃないかっていうぐらいすごく大きくて、今でもやっぱり天然コケコの話されますし、だからなかなかそこを超えられないっていうのもあるんですけど、でもやっぱすごく残ってますね。え、どんなところが印象に一番残ってるんですか、初主演プラス。やっぱりすごく現場が良くて、で時間もたくさんあって、で私にたくさん時間を使ってくださったんですよね。でその頃お芝居も全然分からなくて、で仕事っていうのもなんだかよく分からなくて、だけどなんか現場に行ってすごい変わったんですよね。すごく映画が好きになって、だから今続けてるっていうのもあるんですけど、すごい、あ、なんか、はい、ね、私もその時にね、そう、私大好きになっちゃってその映画を、漫画買って全巻買って未だに持ってますよ。あ、本当ですか。そう、山下監督の作品の中でも天然コケ結構大好きで、いつも山下監督に会うために言っちゃってごめんなさいって思うんですけど、作風がねちょっと山下監督の中でもね異質なんですよ、うんうん、ね、なんかどうしても山下さんはあっと言わせたいっていうのがずっとあって、今仕事してて、でも会うたびになんかまだまだだなみたいな言われるんですけどまだまだっていうかちょっとなんか驚かせてよみたいないつも言われる。ちょっとこれ見てほしいですよね。そう、だからちょうどこれの言う前に山下さんと会ったんですよね。うん、そうそう、あ、山下信弘監督と偶然と私と星野さんと一致する、あ、そうなんですね。監督ぐらいと食事というかたまたま、たまたま偶然の時に、そう、なんかそうか、天国系の次の代表作っていうやつ作らないとなみたいな、インする前に頑張れよみたいな。意外とこう兄貴的な感じなんですね、山下さん。山下さん、あのなんかねすごい、当時私本当に何も分からなくて、で監督にすごくいろいろ言っていただいて、で監督もそういう演出したのってあんまなかったらしくて、監督らしいっていうか指導するみたいな。そうだからやっぱ今でもそういうのが残ってる。今やでもすっかりその若い女優さんと仕事すると指導しまくってるみたいですよ。あ、そうなんですか。じゃあかおちゃんが最初のきっかけですね。ですかね。その前にもしかしたらあったのかもしれない。いやいやいや、ね、だって男性撮ってることがほら多かったですからね、うん、星野さんは何ですか。そうですかね、僕初めての映画が69っていう映画で、うん、あれはすごく強烈でしたよね。そうですね。でかその時坊主で眼鏡で、うん、指紋がない役だったんですね。事故でこう指紋が溶けちゃったって、うん、で校長室の校長机の上でうんこ漏らすって役だったんですけど、これはいわゆるこのお仕事初めて、ずっと演劇はずっと一人で勝手にやってたんですけど、はい、いわゆる事務所に入って初めての仕事の次やった。本当によくわからない中、
ある意味大役を任せていただいて、あの原作の中ですごくファンの多い役だったので、ファンの皆さんがあの役好きって言ってるあのキャラクターだったんで、すごいなんか必死にやった覚えがあったんです。サケロックの活動はしてましたよね。してました。で、私だってプレス見た時にこの人何者だってチェックしたら、アーティストの人なんだって思って。そうですね。だからでも音楽、サケロックを自分で2メンバー集めて組む前にもう演劇はずっとやってたんで、だからあまりこう音楽の傍らっていう感じじゃないんですけど、どっちもずっとやってたイメージではあるんですけどね。いやね、そこからこの箱入り息子ってすごいですよね、今思うと。ちなみに今回、まあ、毎回ですよ、この番組ではあの皆さんのおすすめ の自分のバイブル的な映画とか、あと今の気分だとこれ進めたいっていうのを1本ずつ選んでもらってるんです。はい、僕はもうずっと好きなのはブルース・ブラザーズです。どんなところが？あの映画で例えばギャグの面白さとか、もうすごいちっちゃい時に親に見せられたんですけど、あと音楽の面白さとか、本当にいい音楽が中に詰まってるんで、あともうアクションもめちゃくちゃじゃないですか、あのパトカー何台潰すんだっていうあの感じとかもすごい大好きで、これは原点だと思います、自分の中の。じゃああの格好の真似とかしたりしてました？あのさすがに子供だからしてないですけどしたいなとは今まだに思ってます。でもチャーミングなね、おじさん軍団ですもんね。いやまあそうですね。私大好き。そのチャーミングっていうか、なんかまあむちゃくちゃですよね。じゃあ何かというと見てる感じですか？はい、未だに見ます。大好きで。音楽もかっこいいし、サントラもかっこいいですもんね。カフちゃんは思い当たりましたか？何にしよう。あ、じゃあ私17歳の頃で、なんかあのちょうど私も中学生ぐらいに見てて、で最近なんか久しぶりに友達がうちに遊びに来たんですけど、その友達が17歳の頃で見たい、うちに DVD が見たいって言って久しぶりに見て、あ、なんかやっぱりいいなと思って今見てたんですけど、あのアンジェリーナ・ジョリーすごかった、すごいですよね。全然見てないんですよ。どんな話なんですか？ですよ、すすすよ、あ、でも女の子が、キーラ・ナイトレーと、あ、いや、間違えちゃった、アンジェリーナ・ジョリーと、あ、ちょっと、ウィノナ、あ、そうだ、ウィノナ・ライダーだ、顔もっかり似てるから今勘違いしたね、そう、ウィノナ・ライダーとアンジェリーナ・ジョリーで、あのアンジェリーナ・ジョリーがあの役でアカデミー賞とかもね、確かにノミネートされて、かっこいいですよね。すごいちょっとカリスマ的な、そう、久しぶりになんか、しかもその友達と一緒に見たっていうのもすごくなんか良かったんですよね、なんかだからちょっと今上げてみたんですけど。やるならウィノナ・ライダーとアンジェリーナ・ジョリーどっちの役やりたいですか？憧れるのはやっぱり、あ、でも私あのウィノナ・ライダーの役もすごい好きで、あのショートがすごい可愛いですよね。どっちかな、なんかそういう風になんか見れないですね。でも少女の成長ね、心の成長っていうのすっごい描いてて、私も大好きです。すごい、そう、久しぶりに見て、やっぱりいいなと思いました。はい、ありがとうございました。あっという間にお時間になってしまいましたのでというわけで、あの箱入り息子の声は6月8日ですね、土曜日公開になります。星野源さんとかおちゃんが目を見せてますので、ぜひ皆さん劇場でご覧ください。ありがとうございました。ありがとうございました。ではご紹介したいと思います。今回は星野源さんとかほさんに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。箱入り息子の子は6月6日公開ですが、私ねすごい早くに見て、ちょっと本当に号泣して。あ、そうですか。そうなんです、ツボだったんですよ。どこがどこら辺が号泣ポイント屈しないところに、どん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 号泣ポイント。そうなんですよ。みんなにほらこうね、やめろやめろ言われても頑張るじゃないですか。もうそこら辺から嫌だ大好きだとか思っちゃって、ケンタロウに惚れ込んでしまって、よかった参ったって感じでしたけど、
いやいやいや、でも星野源さん初主演作なんですよね。そうです、おめでとうございます。ありがとうございます。初主演作で箱入りですそれを聞いた時どう思ったんですか？そうですね、そうですね、まずその題名はこれじゃなかったんです最初。外国の方が書いた原案だったので、アメリーマターズって題名だったんですけど、読んでその最初ちょっと地味な話なのかなと、地味な人なのかな健太郎はと思ったんだけど、どん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 こう話がむちゃくちゃになっているので、それがすごく面白かったなと思ってですね。で、初めての主演でこういう面白い役をやれるのはすごく嬉しいなと思ってました。かおちゃんはどうでしたか？星野源さんと初共演じゃないですか、はい、で、また今回ね、役も、盲目っていう難しい役だったと思いますけど、話を聞いた時は、あ、盲目の役来たと思って、来た来たと思いましたね、やっぱり。いや、今までやっぱり、ね、いろんな映画見てて目が見えない難しいんだろうなって思ってたので、まさかこんな早くに自分で来ると思わなかったので、うわ来たと思って。星野源さんと共演って聞いた時はどうでした？うわ来たと思ってそれは悪い意味ですか？いや、じゃあそういういい意味で、あ、志麻さんで、がで、しかも初めて主演なさるって聞いた、初めてなんだ。あと本もすごく面白い、チェックを得で、なんかすごく面白い映画になりそうだなと思って、すごい嬉しかったんですよね、声をかけていただいた時は。ちらっと聞いたんですよ、二人のキャスティングについて、なんかこう、健太郎はこうかっこよすぎちゃいけない、なんかちょっとトゲがある感じですいやいや、でもすごくこう魅力的な雰囲気を持ってる人でもって、こうヒロインは色がとにかく白くて、白くて、丸っていう、実は裏話でちらっと聞いてたんですけど、それ初耳ですか？あ、なんかそんなようなこと聞いたような気がします。なんかあまり前向きな感じじゃない感じがしますけど、その話を聞くと。いや大丈夫かな。すごい良かったです、色が白くて。これ、だってすごい、撮影前に焼いてたりしたら、そうか、そうだね、あれみたいな、監督はってなって、監督はって、俺もブサイクでよかったです。いや、そんなことないですよ、ブサイクとは言えないあれですけど、でも箱入り、確かにね、ぴったりだなとは正直に思います。すみません。でもどうでしたか、こうご覧になってみて、これは客観的になかなか自分の映画って見えないじゃないですか、はい、正直に、はい、ああ感じたことって、脚本を読んだ時にとにかく健太郎は真面目だなと思ったんですよ、その筋が通ってるなと、で筋が通ってるのに周りから認めてもらえないとか、ちゃんとそれを見てもらえないっていうやつだなと思っていたので、とにかく真面目にやろうと、で結果的にそれが周りにキモいって言われるような役なんで、結果的に気持ち悪くなればいいかなって言ったら、予想以上に気持ち悪かったです。でもそれはすごい一生懸命だから魅力的に見えたんですよね。それは良かったですね。かほちゃんでしたか？出来上がった、うん、本当はなんて一井さんらしい映画なんだろうって思って、で本当監督まんまの映画なんですよ、ね、すごいまっすぐで真面目で、でもなんかちょっと変で、ね、面白くてっていう、なんか見合った後にすごく監督に会いたくなって、でも試写終わって外出たら監督がなんか廊下にいらっしゃってたので、道さんと思ってなんかすごい嬉しかったんですけど、そう、不思議な後味がありますよね。不思議な、そうですね、思いました。変ですよね。何ですかね、そのほら、こうなんかドラマの映画化みたいなね、
終わり方とは違う独特のこう余韻残るけどちょっとこれうわ私たち考えなきゃって終わり方が好きなんですよ、うんうん、でも2人ともあの今まで映画に行ってるじゃないですか。で私かおちゃん覚えてるのは天然子結婚の時に司会しててすごいその記憶が強いんですけど、お二人が今まで出た作品の中で何ですかね、自分のこう俳優としての意識を持った映画とか、あと例えばあこれちょっと思い出に残ってる撮影だったなっていう映画って何ですか。私もやっぱり天然子結婚、私もあれ初主演。ああそうか。